タロ散歩チャンネル。ということで、こんにちは、太郎でございます。本日2021年の12月25日土曜日、クリスマスの日がやってまいりました。と言っても今日は普通にちょっと内部に用事があって、用事を済ませた後にそこの蔵の湯さんでお風呂に入りまして、それでゆったりまったりしてたらもう夜の10時になってしまったわけですよ。でもね、せっかくのねクリスマスなので、ちょっとこれから札幌駅の方に行って、せっかくなんで聖なる夜の札幌駅の様子を少し見てから今日は帰りたいと思います。その様子をお届けできればと思いますので、今回も何卒よろしくお願いいたします。というわけで、毎度お約束の内房駅でございます。こちらのビルもすっかり形が出来上がってしまいまして、グランドオープンするのがいつかなという感じですけどね。反対側のビルも、もうね、少しずつ形になってきてますよね。そう、もうですね、こちらのビルの前の、ここも、すっかり、整備されまして、レンガ敷きの、こういったなんか、歩道というか、広場というか、そういうものができてますね。よいしょ。あったかい。今の時間が、22時4分。札幌駅ですけれども、なんか千歳線が電車が運休だの遅れなので全然来なくて、結局20分ぐらい待って小樽行きの電車に乗りましたけれども、めちゃくちゃ混んでました。10時35分の札幌駅南口です。イルミネーションはまだ点灯しておりますけれども、それよりも今の JR タワーの気温がすごいですよ。-7.5、まあ、通りで寒いはずです。北海道民でも耐えられない寒さですね、これは。明日の天気はちょっとあまり良くないみたいですね。曇りのち雪ということで、明日どうしようかちょっと悩むところではありますけれども、でもとイルミネーションがねまだ灯ってるんで、ちょっと駅前通りあたりを歩いてみましょうか。まあ、寒かったら途中でもう中入りますんで、地下歩はねまだやってますから大丈夫ですから。寒いです。早急にもうこっからもう中入りたいぐらいの気持ちですけど、ちょっとぐらい我慢しましょうね。ちなみに駅前通りもこんな感じです。多分明治安田生命ビルの温度計がちらっと見えますけども、-7とか -8とかそんなような気温になってるんでしょうね。ああ寒い。ここ元札幌西部の場所ですけれども、まあ、そう遠くないであろう将来にここにはヨドバシカメラがここに移転するという話は聞いてますけれども、柵がなくなりましたね。こう白い壁がなくなって鉄パイプの柵だけになってしまいました。あ、でもね今ね
これで使ってるみたい。駐車場のゲートがあるよ。とりあえず当面の間はコインパーキングかなんかにするんでしょうね。これちょうどみずほ銀行の横のヒューリックビルの工事をやってるんですけども、上の方に今あれですね、階段を取り付けるのにクレーンで上げてる感じですね。こんな感じで、すごいでしょ、階段がぶら下がってますよ。思ったより駅前通りに人がいないかなという気がするんですけれども、まあ、大体多分下の方の地下穂に潜ればかなりの人がいると思うんですよ。なんたってでも今氷点下8度ですからね。それはね、できればみんなホワイトイルミネーションなんかどうでもいいんで、なんか温まりたいというそういう心理が働きますよね、まあ、ということで、ね、私もねそれに乗っ取りましてね、そこら辺から入ろうかと思うんですけども、ダメですね、二丁角でもう手が冷たくてしょうがないです。諦めましょう、地下穂に入りましょう、はあ、すっごいあったかい。地下穂に来ましたけどね、やっぱりね、上よりは人が歩いてます。やっぱり寒いですからね、皆さんね、あったかいところがあるんだったらあったかいところ歩きたいですよ。ミレドのところの階段降りてきたんですけれども、このオブジェも何とも言えない独特な雰囲気を醸し出してますね。大通りビッセのあたりまでやってきたんですけれども、明治安田生命ビルの温度もマイナス7ってなってます。でですね、ちょっとね、今日はねここのすき家さんで何か食べてこうかなと思うんですよ。まずはごまだれにんにく豚丼、まあ豚丼ですね、660円でいただきました。あれですよね、聖なる夜に口の中がちょっとニンニクの香りで満たされてるんですけれども、ニンニクはね、ドラキュラが寄りつかないことでね有名な食べ物ですからね、まあ、これで吸血鬼を避けることができるようになったようです。まあ、そんなことよりね、吸血鬼どころか彼女すら寄ってこないね、これをなんとかしたいんですけれども、まあいいんですよ、マイナス7度のね札幌ですよ。まあ聖なる夜ですよ。まあカップルもいれば友達同士もいればいろんな人がいますけれども、ただですね、11時にもかかわらずまだイルミネーションが点灯してるんですよね。こんな感じで今日はスペシャルなんでしょうか。てかそうだ、クリスマスの日はそういえばスペシャルなんですよ。そうそうそう、こんな感じでちょっと、ね、終電のことがあるから多分12時消灯で12時までいるとかそういうことはできないんですけれども、まあでもね、今日はちょっと嫌味なことはなしにして、ちょっとイルミネーションね、純粋に楽しみましょうね。なんかカップルがどうだとか、なんかそういうことを言ってるような動画とかあると思うんですけど、あれあくまでネタで言ってるだけですからね、基本的には微笑ましいなと思いながら見ております。クリスマスツリーを意識してか、今日のテレビ塔は赤いまま点灯してますね。色が変わらない。そして横には月が煌々と輝いております。半月ですけどね。望遠かけるとクレーターもくっきりはっきり見えるんですけども。今日はどうだ。ああ、今日もくっきりはっきりクレーターが見えますね。便利な世の中になったもんです。純粋に長いしたい気もするんですけれどね、一応ね札幌駅に戻ってちょっとね用事が1件あるんで、ちょっとそれだけこなして帰りたいんですよ。で終電の1本前で帰りたいんで、一応定刻通りであれば11時34分千歳線なんですけどね、というかね、なんか見てくださいよ、これ人があれなんでちょっとここをとしますけど、なんかクリスマスツリーに変装したおじさんがいますよ。いや、おじさんじゃないのかもしれないですけども、4丁目がこんな感じで、駅前通りも中島公園までこんな感じだったかな。いや、なんか今歩いてたら、はい、YouTube されているようで、草太郎さんという方で、はい、はい、そうです、皆さん、視聴者の皆さん、草太郎です。
海外向けに、ドッキリ動画を、撮影しておりますので、もしよかったら見てください。はい、アルファベットで草太郎と言います。アルファベットで草太郎、下の方の概要欄にリンク貼っておきますので。すごい。すごい。そう、よく見たら拝見したんですけど、64,000人いらっしゃいました。お願いします。多分64,000人の方がやってる支持してるということは、うちの24倍のぐらいの方は見てるはずなので計算が早いです。まあ、塾の先生やってるので、これぐらいは即答で、そうなんですね。まあ、正確に26倍ぐらいですね。数学ですか。いや、中学はオールマイティオールマイティでいきます。高校はちょっとあまり理系強くないんですけれども。じゃ個人経営ですか。いや、雇われですけどね。あ、そうなんですね。そんな感じで、はい、ぜひ草太郎さんのチャンネルもよろしければお願いいたします。よろしくお願いいたします。すいません、なんか突然どうもありがとうございます。逆にこうインタビューとかしたことなかったんで、されたことなかったんで。そうなんですか。はい、なんかちょっと練習になってよかったです。いえ、とんでもない。なんか普通に会話してるだけなので、全然大丈夫なんですけれども、はい、いやー、寒いんで風邪ひかないでください、ね。ありがとうございます。草太郎さんも本当に、はい、お体気をつけて、はい、ね、どうもありがとうございます。ありがとうございました。すいません、じゃあどうも、はい、ありがとうございます。メリークリスマス、良い年を。はい、良い年を。どうもありがとうございます。見ときます。はい、おはようございます。ありがとうございます。はい、気をつけて。はい、ありがとうございます。まさかのね、YouTuber さんでした。もう本当になんか普通のパフォーマーの方かなと思ったんですけれども、いやー、ということでね、今時間が16分なんで、ちょっと札幌駅の方に急遽戻りましょう。何でもいいですけど、寒い。やっぱりあれですよね、外で体張ってパフォーマンスされてるというのは本当に頭が下がります。だから私はすぐ寒がりだからってね、室内に逃げる人間ですからね。あれ、ビッセのところが閉まってたんで、もうどっかね、入れそうなところから、もう適当に地下に潜りましょう。寒い。さっきのね、このスキー屋の脇の出入り口からまた入りました。あったかい。こっから暖房が効いてますもんね。地下掘ってやっぱり偉大ですわ。本当にね、現代のね、この地下にね、トンネルを掘って通路を作るというこの技術に、本当に敬意の念を示したいですね。すいません、私ね、草太郎さんのチャンネル登録者、さっき6万4000人って言っちゃったんですけども、今改めて拝見したら6万8400人いらっしゃいました。だから大雑把に言うと、うちの27倍ですね。27倍ぐらいの視聴者さんがいらっしゃるという、チャンネル登録の方がいらっしゃるという方なんで、やっぱりね、格好してなんかドッキリを仕掛けるみたいな、そういうようなおっしゃってましたけどね、彼が、そういった動画をやってるようなので、ぜひぜひご覧いただければと思います。ちょうどこの上あたりが駅前通りの中央分離帯のところの、そこに窓があるやつですね。これ別に排気口になってるとかじゃないんですよね。こんな感じでこうイルミネーションもよく見えます。ちょっと通り過ぎちゃいましたけども、そう、近くにはね、こういったね、明かり取りの窓のようなものが何か所かあるんですよ。本当に駅前通りの中央分離帯のところに、こんな感じですね。こんな風にイルミネーションの点灯もよく見えます。まあ、ということで11時半になってしまいました。11時34分っていう千歳線の電車があって、まあそれに乗って帰ろうと思ったんですけど、エンディング撮ったりとかするとね、多分ね、間に合わないと思うんですよ。で、今日切符はね、現金で買わなくちゃいけないんで、そう、切符買う時間もあるんで、ちょっと仕方ない、終電で帰りましょう。23時59分、まだね、ここもイルミネーション今日ついてますね。クリスマスの日はなんか長くついてるのかな。こんなところもおしゃれに、なんかね、こんな、なんていうんですか、なんかしてますけれども、いいですね。こういうのインスタ映えするとか、なんかカップルが喜ぶとか、そういう風に言うんですよね。一つだけね、ちょっとね、お知らせがあるんですけれども、今ね、そこの緑の窓口に行ってこれ買いました。北海道&東日本パス11,330円だったかな。そうですね、11,330円の
これ切符なんですけれども、北海道とそれから JR 東日本の路線内の普通列車快速列車であればこれで乗り放題っていうね、7日間、その切符買いました。で、今回の冬休みは前にもちらっとどっかで言ってるんですけれども、12月の29日から1月の4日までこれを使って主に青森から南の東日本区間をねちょっと旅行してこようと思いますので、その辺の動画も、もちろん撮影してきますんで、お楽しみにしていただければと思います。では今回はこの辺にしたいと思います。今回もご視聴いただきましてどうもありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。おやすみなさい。この列車は今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価ぜひよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログサイトタロ散歩&雑学カフェもやっていますのでぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。